Spinner。 おはようございます。ケリーアンです。1月24日水曜日、世界で今起きていること。 EC 大手にメディア大手、大手企業の組織を支える従業員に対する姿勢の見直しが求められています。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。労働組合の道のりは険しい。ウォールストリートジャーナルがアマゾン従業員らで作る労働組合の現状を報告しています。ニューヨーク市スタテンアイランドの物流施設で、アメリカで初となるアマゾンの労働組合が結成されたのは2022年4月。ただ他の物流施設では組合結成の動きは広がっていません。また既存の労働組合とは提携せずに独立した活動を目指してきましたが、外部からの寄付も減少しており、非常に厳しい財政状況のようです。労働省が23日に発表した統計によれば、2023年の労働組合加入率は過去最低の 10% でした。従業員の過度な監視は許されない。フランスの情報保護当局はAmazon.com に対し、同社の従業員に対する監視が過剰であったとして、3200万ユーロ、日本円にしておよそ 51.5 億円の制裁金を科したことを発表しました。クニール、情報処理と自由に関する国家委員会の発表によると、Amazon はフランス国内の物流倉庫で、従業員が貨物を処理する際に用いる手持ちスキャナーを通じて、その行動を追跡していたとしています。クニールはこの内容が個人情報の保護を厳格に定めた EU の GDPR 一般データ保護規制に反しているとしていますが、アマゾンは事実無根であると反論しています。アメリカ大手新聞も虫の息。アメリカのメディア大手ロサンゼルスタイムズは火曜日、115人の従業員を対象にレイオフを実施することを発表しました。同紙では今月9日、編集長が突如退任する意向を明らかにし、さらに先週19日には労働組合が24時間のストライキを実施しました。いずれもオーナーであるパトリック・スーシャンによる人員削減計画に反対を唱えるものだったと報じられています。地元の資産家でバイオテックの起業家としても知られるスーシャンは、2018年に同氏を買収しましたが、4年後の2022年には同氏を売却する計画が報じられていました。 X 上にはスタッフたちが解雇されたことを投稿し始めています。その中には DC 支局長のキンブリエル・ケリーや、2024年の大統領選報道を指揮する予定だったDC 副支局長のニック・バウマンも含まれています。ネットフリックスでプロレスを見よう。ネットフリックスはアメリカを中心に世界中のファンから支持されるプロレス団体 WWE ワールドレスリングエンターテインメントから、人気プロレス番組ローやスマックダウンなどの独占放映権を獲得しました。契約額は10年間で50億ドル、日本円で7400億円に上ると報じられています。ネットフリックスの会員は来年1月から WWE の他の番組や有料のライブイベントの放送も追加料金なしで楽しめるようになります。ローは1993年から続く長寿番組で、視聴者数は世界で1750万人に上ります。ネットフリックスは F1 やゴルフのドキュメンタリーシリーズが好調で、昨年11月には初のスポーツイベントを開催しており、今後もスポーツビジネスに注力していくようです。遺伝子治療で少年が聴覚を手に入れた。ニューヨークタイムズによると、11歳の少年は生まれつき耳が聞こえませんでしたが、昨年10月にフィラデルフィア小児病院でアメリカで初めてとなる先天性難聴の遺伝子治療を受けました。治療は成功し、少年は嫌な音はしないと話しているそうです。先天性難聴の遺伝子治療に関する研究は世界で進められており、同様のケースに希望を与えるものになりそうです。
本日のデイリーブリーフはいかがだったでしょうか。ご意見、感想などはレビューでお待ちしております。面白いと思った方は SNS や友人にシェアしていただき、デイリーブリーフを広めていただけると嬉しいです。フォローもお忘れなく。ケリーアンでした。 Have a nice day!